ゃあどうも皆さんこんにちは、石破です。どうぞよろしくお願いいたします。すみません、ちょっと休憩時間もなくて続けての話になりますが、ちょっと私午後の予定がどうしてもあって、12時15分ぐらい前にはちょっと出ないといけないものですから、ちょっと休憩をカットさせてもらいます。よろしくお願いします。で、最初に一言だけお答えしておきますけれども、私が今日話すことは政府の公式見解ではありません。消費者庁長官として話しているわけではなくて、ずっと地域でやってきたものとして、皆さんと同じような立場でやってきたものとして、特に12年間千葉県の我孫子市で市長をやりましたので、その経験をベースにしながらお話ししますので、最初にお断りをしておきたいと思います。で、はい、ちょっとね、それ音が聞こえにくいみたいなんで、後ろすいません、ちょっとマイク変えていいですか。そっちの方がいいと思います。はい、では私もいろんな自治体で、あるいは地域に行ってお話をする機会があるのですけれども、なんていうんですかね、優秀な人であればといいますか、学歴が高い人は特にかもしれません。皆さんもきっとそれぞれの自治体で優秀な方が集まっているんだと思いますが、そういう人であればあるほどね、まちづくり、自治体行政などをこういうふうに進めていくんですね。まず客観的な情勢分析があるんですよ。世界経済からかもしれませんが、日本経済の動向から我々の地域の経済の今後はどうなっていくか、で自治体の財政シミュレーションはどうなのか、で地域の人口推計はどうなって、その介護をどうしていかなければいけないか、少子化がどのぐらい進んでそれにどう対応していくのか等々ですね、客観的な分析があるわけですね。あるいは産業構造が今どうなっていて、で今後どういうふうに動くのかというようなことをずっと分析をして、だからこういう街づくりをやらないといけない、こういう政策をやらないといけないというふうに立てていくんですよね。なんとなく素晴らしいんですけれども、一番肝心なことが欠けてるんですよ。地域をどうしていきたいか、どんな町にしたいかっていう思いから出発してないんですよね。客観的な分析をして正解を探す、私たちの町づくりにどういう政策が必要かという正解、正しい答えを探すということをやってるわけですよ。どうも受験勉強をずっとやってきた人たち、私も全然やらなかったわけではないんですが、受験勉強をずっとやってきた人たちはどっかに正解があって、その正しい答えを見つける人が優秀な人という発想に徹底してなってんじゃないかと思うんですよね。でもそういうのが街づくりなら、将棋でも人工知能がプロに勝つ時代になってきたりですから、人工知能に置き換えられちゃいますよね。皆さん市長室にでっかいコンピューターがあればいいのかもしれません。そういう時代になっちゃいます。でもコンピューターには思いはないんですよね。街づくりっていうのは思いから出発、どういう街にしたいかっていう思いから出発で、ただ思いだけではその思いなんて実現しこないんで、その思いを実現するために客観的な分析をするんですよね。客観的な分析は必要ないなんて全然言ってないですよ。ものすごい大事です。でもそれは思いがあってそれを実現するために必要なんですね。最初はないと全く空洞化したものになります。でその思いというのは、みんな違うわけですよ。趣味一人一人違うわけですよ。こんな街にしたい、私はこういう生活にしたい、こういう人生にしたいってみんな思い違う、趣味の思いみんな違う。でまたそれの上にその議会の思いもあれば、市長の思いもある、首長の思いもある、そして行政職員の皆さんの思いもあるでしょう。いろんな思いがある中でどうやってそれを対話をしながら合意を作り出していくかということなんですね。まちづくりというのはその合意をどうやって作り出していくのかっていうのが自治体の政治でもあるし、まちづくりでもあるわけなんです。だから正解があるわけじゃないんですよね。いろんな思い、いろんな考え方を対話をしながら合意を作り出していく。
本当のものというのを作り出していく作だと思います。自分たちの外に正解があってそれを見つけることではないんですね。でもね、これ本当に難しいです。この正解があるって発想は相当染みついてますからね。で、ちょっとお詫び失礼します。じゃあ本当はクールビズのはずなんですが、私ちょっとこの後式典に出ないといけないんでネクタイしてて、私そもそも暑がりなんで、でも皆さんも結構暑かったらどうぞ場合にもネクタイを取ってください。でそういうね、市民の思いから始まった地域の合意で地域を作っていくためには文献が必要なんです。中央集権で国の基準で全部地域自治体を動かしてたら、市民の思いで地域の思いで町を作ることはできないわけですよね。だから文献が必要です。でこれもまたね、逆転してるんですよね。真面目な優秀な職員さんほどこういうふうに話されるんですよ。これからは文献の時代になる。だからちゃんと自治をやる地域の力をつけないといけないと思う。ちゃんと自治をやらないといけないと思ってます。文献の時代になるからで、とは言ってもなかなか自治体財政も厳しい。だから行政が全部やるということにはならないから、民間と連携するんです。だから共同をするんです。新しい公共を作るんです。 PPP で民と官を連携させていくんですって言われるんですよね。これ気持ちはわかりますよ。気持ちはわかるけれども、皆さん誰かが、誰かがって結局は国ってことなんでしょうが、国が文献を進めるから自治をやらないといけないんですか、自治ってやらないといけないんですかって、そうじゃないでしょ。さっき言ったみたいに市民一人一人の思いで地域を作った方がいい地域づくりになるから、自分たちの地域を良くしていくためには自分たちが考えて自分たちの判断でやりたい。だから文献を要求するはずですよね。なのに国が文献を進めるから自治をやらないといけないですかって、そう言われると私こう言うんですよね。大丈夫です、心配しないでください。皆さんがそう言ってる間は文献なんて進みませんから。皆さんが私たちの地域を良くしたいから私たちでやりたいんだ、私たちが責任持って私たちが決めたいんだ、だから文献しろって言わない限りそんなに文献って進みませんから、大丈夫です、安心してくださいって言うんですけど、それに財政が厳しいから民と連携するんですか。今加藤さんの話にもあったと思いますが、公公共っていうのはもともと市民のもの、もともと民のものですよ。役所の公共とか官僚の公共とか政治家の公共なんてあるはずがないんです。そんなものあってたまるかっていうことですね。もともと民のものなんです、公共っていうのは。だからちゃんと民と連携してやった方がいい地域の公共になるから、いい町づくりになるから民と連携するんじゃないんですか。お金がないから民と連携するんですかということだと思います。お金が有り余ってたって民と連携した方がいい町づくりになるんですか。それが本来の姿なんじゃないですか。余ってんなら減税すりゃいい話で、なかなかそういう余ってるところはおそらくどこもないと思いますが、そういうことなんですよ。だからね、みんな逆転をしているというふうに思います。これをこう逆立ちしているのをちゃんと直して自分の足で立っていく、そういうこうなんですかね、思想というか、そういうこう自分の基本的な在り方をこの東京大学の所轄があったのでこう身につけて帰っていただければ、私はとても嬉しいなというふうに思っています。でその文献という話をもうちょっと進めていきますが、今私は市長の長官ですので、都道府県が多いですが、対象消費者行政担当者会議自治体のというのを開くんですね。でその時に私集まった担当者に聞くんですよね。消費者庁
から出される通達って皆さんどのぐらい把握してますか。この1年間、昨年1年間で消費者庁から通達いくつ来たか、ちゃんと把握してる数はどのぐらいですか。1から10ぐらいの一桁の方、あるいは10から50ぐらいの人、まあ、消費者庁はそんな多くそんなっていうかちっちゃな省庁ですから、いっぱいそもそも出すはずもないですが、50以上の人来るんですよね。で、皆さんも消費者庁からって話じゃなくて、皆さん の担当している仕事の関連する国の省庁からどのぐらい来てるか、一桁だったか、どうしよう、昨年1年か、昨年度1年か、一桁だったか、それからじゃあ10から50だったか、50以上一つも来てないか、それが正解です。私言うんですが、消費者庁から一つも出してませんからねって通達は。消費者庁から通達来てたら、それは偽の通達だから、すぐどっか警察に届けるか、消費者庁に教えてください。それは偽の通達です。2000年から国の通達は廃止になっています。今来ているのは通知です。技術的助言等の通知です。で、過去の通達も遡って強制力はなくなりました。今来ているのは技術的助言ですから、従う必要は一切ないんですね。だから消費者行政担当者、自治体の消費者行政担当者に私は言うんですが、消費者庁から出しているのは通達ではありません、通知です。だから皆さんの判断で従う必要はありません。おかしいと思ったら一切従わなくて結構ですというふうに説明するんですけれども、相変わらずもう条文警告法から10年以上経ちましたけれども、相変わらず国から来る文書を通達だと思ってませんか。で、通達通達って呼んでませんか。その通りにやらないといけないって思ってませんか。で、自治体の方はね、その通りやらないといけないと思ってるから、国の方もどんどん書きぶりがいかにもやれっていうような命令帳の書きぶりにだんだん戻ってるような気がするんですよね。一番最後だけ以上お願いしますで、丁寧にこれは技術的助言ですって書いてあるやつもありますが、文面はいかにもやれっていう命令してるんですよね、いかにも。でもね、自治体の皆さんがそうだから国もそうなっていくんですよ。皆さんにも結構責任あると思うんですよね。いや、それは国も悪いですよ、だと思うんです。それからついでに言えば、自治事務については法の解釈権、まず第一義的な法の解釈権は自治体に移りました。法の解釈権は自治体が持っています。だからこの法律をこう解釈した方が私たちの市民の利益になって、まあそれデタラメの解釈していいってことじゃないですか。そういう解釈がきちっと成り立つはずだ。だけど政府は違う、どっかの担当省庁は違う解釈をしているという時に、いや、政府がなぜそういう解釈をするのかきちっと問い合わせて議論してみることは大切ですけども、判断するのは自治体なんですね、最後決めるのは。だけど政府が違った解釈をしていると、まあ、結構ありがちなのは今でもあると思うんですが、県を通して都道府県を通して解釈を紹介して、で県を通して担当のその省庁のこの法律はこう解釈するんですっていう回答が来ると、もうなんか判決のようにそれにもう何も考えずに従うのが当たり前みたいな自治体が結構まだまだあるような気がしますね。で、もうちょっと意識的な自治体はそういう解釈じゃなくて我々の解釈が成り立つはずだ、その方が私たちの市民にとってずっと有益だし、うまく制度も動かせる。だから国の解釈を変えてほしいというふうに国に要求する。まあ、何も考えずに従うよりはよっぽどいいですが、これもおかしいですから、ね、これもおかしいですから、ね、解釈の変更を国に要求する必要はないんです。
最後決めるのは自治体なんですか。国と議論するのは必要ですよ。国もそれなりに考えて言ってるわけだから、なぜそういうふうに国は解釈しているのか、ちゃんと議論して深める必要はもちろんありますけれども、最後決めるのは自治体なんですね。だから国に解釈の変更を要求する必要はないんです。自分たちの解釈でやればいいんです。で、自治体がそうやって独自の解釈でやっているのを見て、国の方がその解釈は明らかに間違ってると思ったら、国の方が勧告をしたり是正の要求をする、国が自治体に解釈を変えてくださいって要求をするっていう仕組みに2000年から変わってるんですよ。解釈の変更を要求するのは国の方ですからね。皆さんが国に要求する、皆さんは自分の解釈でやればいい。で、国から是正の要求が来たってもう納得できなければ、もう第三者委員会に持ち込む場合いいわけですよね。国と地方の係争解決委員会ですよね。あんまり使ってないけどね、私もだんだん名前が出てこない。ほとんど使ってない状態、ほとんど使ってないですよ。それ第三者委員会に持ち込むっていう仕組みになってるんですよ。で、その第三者委員会の判断が出てもまだ納得できなければ高等裁判所に提訴する、最後は司法が判断するという仕組みですから、ね、これも10年以上経つんだけどもほとんど使ってない。国の言う通りにしてませんか、あるいは国に要望をしてませんか、逆になってませんかということですね。だから文献文献って言うけど、もう10年前の文献の制度をまだ使ってないんじゃない、まだ実体化本当にしてないんじゃないですかということがあるんですね。で、ちなみにもう一つ質問ですが、皆さん自分が自治体で仕事をしていて、この権限は欲しいんだ、この権限がないために本当にやりたいことができない、あるいは市民が願っていることができない、市民と一緒に考えてこうやろうと思ってるのに、この権限がないから、こういう制約があるからできないというものがどのぐらいありますか。ある人、どうぞ。福岡大臣の北山町に市民がおります。うちの町はですね、ちょっと独自な調整してて、97% を調整区域にして、まあ、開発を昭和40年で抑制してるんですが、その辺で、まあ、今回、まあ、そういう町づくりをやりたいのに、用途の緩和、都市計画法でできないというのが一番のやっぱりうちの今の問題というかですね、そういうのが現実で出てきてます。ありがとうございます。いや、私も都市計画を最もないことに矛盾を感じたものの一つですね。私も市長やってて、都市計画ね、用途地域の設定なども特に大規模都市圏は都道府県まだそうなんだと思うんですが、私は我孫子市ですから千葉県知事の権限なんですよね。だからもう駅周辺をまず商業の地域にして、で駅から離れるに従って住居系の都市計画にしないといけないんですよ。でもね、我孫子市は東京の通勤者が住む町なんですね。まあちょっと前の言葉でベッドタウンなんです、東京の。そうするとね、どんなに市が都市計画を駅周辺を商業地域にしようとですよ、駅周辺にはマンションができるんですよ、住居ができるんです。だってね、東京に通勤してる人は、その平日買い物するのは東京都内の駅の周辺のお店で買い物するんです。あるいは駅中の店舗、もう我孫子から行くと上野がまず一番大きな最初の駅ですが、上野だってもう昔の上野駅と全然変わりましたよね。駅中にすごい商店、お店がいっぱい並んで、まあ、当然駅の周りにもすごい商店。そうするとね、都内に通勤してる人はの我孫子駅の周辺のお店で平日買い物するなんてことはないんですよ。そもそも朝早く行って夜中疲れて帰ってきますからね。買い物するんなら
東京都内の駅周辺で開発する、あるいは職場の近くかもしれません。で、我孫子市内で買い物する場合は土日に家族で車で郊外の大型店舗に行くんですよ。ショッピングモールに行くんですよ。で、駅前というのは地価は高いですから、だからまあ戸建ての住宅というよりマンションですけども、駅前っていうのは買い物に便利なところではなくて通勤に便利な場所なんですよね。だから行政がどんな都市計画を作ろうとできるのはマンションなんですよ。だからそういう都市の特性に合った都市計画を作りたくてもできないんですよね。自分の町の都市計画用途を自分で決められないなんて、こんなそもそも全然自治じゃないんじゃないかって思ってましたけども、まあ、そういうふうに皆さんそれぞれあるはずなんですよね。そこから出発しないといけない、その思いから出発しないといけない。国が文献の時代を進めるからしょうがないから自治をやるってことではないですよっていうことが要するに言いたいです。で、その、住民の意思でちゃんと自治体を動かしていく、そういう合意をどうやって作り出していくか、そしてその住民の市民の合意でどう自治体を動かすかということをもうちょっと話していきたいと思うんですが、その前に行政っていうのは何ですかということをちょっと考えておく必要があると思うんですよね。行政とは何か、で行政とは最大のサービス産業だって言葉がちょっと前流行りましたけれども、いやそれはもちろんそういう側面ありますが、単なるサービス産業じゃないですよ。行政ってどんなに柔らかい顔をしても権力です。行政というのは権力です。だって市民がどんなに嫌だって言っても強制的に税金を集めるわけでしょ。で、さっきの都市計画の話を例にしても強制的に市民の権利を制限するわけですよね。ここは住居地域にしましたから、いくらあなたの個人の土地だって住宅は作っていいけど娯楽施設は作ったらいけません。あるいは高さはいくらあなたの個人の土地だって10メートルまでの建物しか建てたらいけません。で、個人の権利を強制的に制限するわけですよね。だからまず行政っていうのは権力だっていうことをきちっと認識しておく必要があると思います。特に行政側にいる人間は権力だ、自分は権力を動かしてるんだっていうことをちゃんと踏まえておかないといけないと。でその権力というのは何のためにあるかというと、私は市民の自由を守るためにあると思うんですね。市民がちゃんと自由が保障されるようになるためには権力が必要なんです。まあ、難しい話してんじゃなくて、だってそういうものなけりゃ腕力の強い人かお金いっぱい持ってる人だけが勝手にやる、そういう人たちだけが自由を持って、後の人たちは全然自由にならないわけですよね。奪われちゃう。だからちゃんと社会に一定のルールを作ってそれを担保する権力が必要だし、強制的に税金を集めてお金がある人だけだっていう話ではなくて、ちゃんと地域で必要なサービスはちゃんとその強制的に集めた税金でサービスを展開しますよという仕組みが必要だ。そういうことをやる権力が必要なんで、市民の自由のために権力があるだというふうに思っています。ただしです。その権力を動かす人の都合で動かしてもらった、あるいは地域で力を持っている人の意向だけで動かしてもらったら、それは全く逆の話になるんで、とんでもない話なんですよね。権力が持っている側の都合で動かしてもらったら困るんです。ちゃんと市民の先ほど言ったそれぞれの思いに立った、そこでの対話を通して作り上げた合意によって動かさない、まあ、一言で言えば主権者である市民の意思によって権力を動かさないと本来権力がある意味が発揮されないというふうに思います。で、まあ、そういう行政権力を含めてこう地域をどう作っていくかという市民の合意作りというのが必要なんです。で、それをどうするか、どうやってその合意を作っていくかというのが民主主義だと思いますけれども、その民主主義の在り方は国と自治体とは違います。
体の民主主義というのはもちろん仕組みが違いますし、それから私は質が違うと、性質が違うというふうに思っています。でどう違うかというのを少し説明しきますが、ここで市民ってさっきから言ってますが、これは別に私が主張してた安孫子市民とか何々市の市民という市民っていうことで言ってるのではなくて、近代の市民社会の構成員たる市民という普遍的な意味で言ってます。だから法律上の言葉で言えば、憲法とか長寿条の言葉で言えば住民ですよね。それからまあ国の話をすれば国民ということになりますが、全部同じ意味で話していますので、少なくてもこの場で今日は。だから市民は自覚した自立した人たち、住民はただ住んでる人なんていう区別はしてませんので、いや別にその区別して使うことがいけないって言ってるわけじゃないですよ。私のここの話は同じ意味で使ってますから、市民といようが住民といようが国民といようが同じものですから、気にしないでくださいね。同じものだというふうに理解してください。でここで市民とまず書きますが、これ市民が主権者で市民の意思で動かすんだっていう意味、その点は国だろうと自治体だろうと同じですよね。これが揺らいでしまうと、もうそれは民主主義ではありませんから、それは全く変わりません。ただまず制度が違いますよね。これ別に皆さんに説明するまでもないですが、国の場合は選挙で選ぶのは国会だけです。国会議員だけです。で国会が初犯指名をして総理大臣を選んで、で総理大臣が内閣を作るわけだから選挙で選ぶのは国会議員、国会だけですから、一元代表制と言いますし、国会が内閣を作るということで議員内閣制というふうに言っていますよね。で自治体はそうではないですよね。首長、首長は市民はその選出を議会に委ねません。議会に委ねません。国は委ねるわけですが、国会に委ねるわけですが、自治体は委ねません。直接住民が選びます。と当然議会も選んで、二元代表制でやるわけです。で、まあこれは制度の違いですけれども、ここで制度の違いだけではなくて質が違うということを少し話をしておきたいと思いますが、国会議員を選挙で選ぶと、で途中でこの国会議員は選挙の時いいと思ったけどやっぱりダメだ、やめてもらいたいと思ってもリコールする仕組みはありません。国会議員をリコールする仕組みはありません。それから国会が国民の意思に反して何かを決めた、国民の世論と全く反してる、こんな国会は国民の手で解散させたいと思っても国民が国会を解散させる仕組みはありません。一回選んだら次の選挙で交代してもらうしかないわけです。交代してほしかった。だけど自治体の場合は例えば市長を選挙で選んだ後その市長が約束と違うことをやった、でとんでもないそれはマニフェストだから変えられないっていう話ではなくて、ちゃんと変える場合は説明責任をどう果たして合意を作るかということだと思うんですが、変えられないって言ってるわけではないんですが、選挙の時のマニフェストと全然違うことをやった、こんな市長はけしからん、だからクビだと市民が思えばクビにできます。銚子市から来てる人かもしれないですよね。ああそうですOB でおられますけども、銚子の市長が前にの今の市長さんではないですよね。前の市長が選挙の時にマニフェストでの一律病院を充実させるということを掲げて、そういう約束を市民と約束をして、で現職の市長を破って市長になる。しかし新しい市長になってみたら
市の財政は思ったより厳しいし、病院の赤字は膨らんでいく、とても一般会計から補填していられないっていうことで病院を、まあ、廃止したわけではないけど閉じた。まあ、ちょっと本当はもうちょっと詳しい経過があるのかもしれません。その市の職員の方に説明してもらった方が、私が適当な説明するよりはいいんだと思うんですが、ちょっとまあ時間の関係で今極めて省略した説明で許していただきたいと思うんですが、で市民は怒った。あなたは前の市長より病院を充実させると市民に約束して市長になった。それを閉じちゃった逆に。それは市民の意思とも違うし許せないということで、3分の1、有権者の3分の1で直接請求し、住民投票をやって結果市長をクビにしたわけです。そういうことができるわけです。で議会も解散させることができます。国民は国会を解散させることはできないけども、自治体の議会を解散させることはできる。市民は市議会を解散させることができる。まあ最近一番有名なのは名古屋の市議会でしょうかね。議論というのは、まあ、いろんな問題といいますか、東京裁判のあれですよね、名古屋市議会に行ってシンポジウムやってきましたよね。中尾さんいらっしゃいますか。まあ、その話も面白い話いっぱいあるんですが、まあ、こういうことをやってるから市民から解散させられるんだろうって思うようなこともありましたけれども、まあちょっと時間の関係上中尾さん抗議されるんですか。あります、大丈夫です、まあ、議会そのままのあり方はもう中尾さんの方に譲ろうと思ってますけれども、まあ、とにかく市民はその市議会を解散させることができる、やってるわけですよね。それから国会の法律は内閣が本当は必要なのに全然法案を作ろうとしない。で国会議員も議員立法もしようとしない。しょうがないから国民が法律案を作って、まあ、大学の法律の先生とか弁護士も協力してもらって国民が法律案を作って国会に提案するっていう仕組みはないですね。国会が唯一の立法機関というふうに憲法上なっています。でも自治体の場合は我が市にこういう条例が必要なんだけども、市長は全然その条例を作ろうとしない。で市議会も議員立法する動きも全然見えてこない。しょうがないから市民が条例案を作って、自分たちの手で条例案を作って、で議会に提案しよう、もう長を通してるんですよね。これは50分の1の弁書で市長を通して議会に提案することができますよね。皆さんのところでそうやって市民が直接請求で市民が作った条例案が提案されて制定された条例を持っている自治体ってありますか。ない。どこに。あ、そうですね。神輿はあるんです。あるんです。で、そうやって他ないですかね。まあ、そうやって市民は条例案を提案できるわけです。それからもう一つ例を出しておけば、国が、国交省がとか文科省がとか、あるいは消費者庁が違法な無駄遣いをやってる、それはけしからんって国民が思った時に、会計検査院に強制的に検査をさせるっていう手続きは残念ながらないですよね。世論でおかしいっていうことはできますよ。だけど強制的に会計検査院に消費者庁を検査させるっていう権限は国民にないんですよ。そういう手続きはありません。でも自治体の場合は、まあ皆さんご存知のこれは結構いろんな自治体であるような気もしますが、住民今度は一人で市の監査委員に強制的に監査をさせるという住民監査請求という手続きがあります。これ住民一人でできます。だけど監査は一応監査委員がやったけど結局曖昧になってしまった、納得できないっていう時は今度は住民訴訟を起こすことができます。
だけど国の場合は訴訟も起こせませんからね。もちろん国の行為によって自分が被害者になれば被害者として国を訴えるということはもちろんできますけども、自分は国の無駄遣いによって国の支出によって1円も損はしてない、具体的な被害は何も受けてないけども、私の払った税金を結果として消費者庁が違法に無駄遣いしているということだから、納税者として国を訴える、消費者庁を訴えるということはできないですね、日本の司法制度だけど、自治体の場合は住民監査請求を経て訴訟を起こすことができるわけですよね。阿鼻子市が、自分が市はやってたんで、阿鼻子市はいつもこの時悪い例出すんですが、阿鼻子市から来てる方がいると、ちょっとなんか阿鼻子市例に出すのも気がしてるんですが、まあちょっといいですよ、私がやってたということで、阿鼻子市が違法な無駄遣いをしてる、それは私の市民税を無駄に使ってるということだから、それによって私は直接は1円も損はしてないけども、私の市民税を違法に無駄遣いしてるから、納税者として阿鼻子市を訴える、阿鼻子市長を訴えるということができるわけですね。住民監査請求ができる、こういう自治体の財務行為は住民から直接追及を受けます。まあ、これも直接参政権の一つだというふうに言われています。で、何を言いたいかというと、国の場合は権力行使するのはここなんですよね、国民ではないんです。の憲法の全文、まあ、皆さん公務員ですから、憲法は皆さん勉強されたと思うんですが、ここで憲法の講義をしようと思いませんが、憲法の全文前文で、日本国民は正当な選挙で選んだ国会の代表者を通じて行動する、で国政において権力の行使は代表者がするって書いてあるんですよね。国民は直接やりません、代表者がやります、国会がやります、国会議員がやりますというふうに憲法で明記されている、間接民主主義でやるというふうに明記されているですね。でも自治体の場合はもちろん選挙で選んだ長も選挙で選んだ議会の権力行使しますけれども、今言ったように市民も直接権力行使する、市民も直接権力行使をする、それが自治体の仕組みなんですね。だから質の違いって何かというと、国は完全な間接民主主義である、憲法で明記していますので、ね、国民は直接権力行使はしない、もちろん世論でいろんなこう、ことについて国に要求をしていく、あるいは追及をする、それで動かしていくということは大事なことですよ、もちろんそれは大事なことで、お任せ民主主義でいいということを言うつもりはもちろんないですけれども、でも国の民主主義の基本というのは国の権力の行使を誰に任せるか、主権者として選挙で決めるというのが国の民主主義の基本なんです。国を誰に任せるのか、国の権力行使を誰に任せるか、主権者として選挙で決める、で任せた人がダメだったら次の選挙で任せる人を変えるというのが仕組みなんですね。さっき言ったように世論で動かすということは民主主義の基本で、それは大事なんですけども、国民が法的な権限を持って国の権力行使に関与する、国会の決定を、内閣の決定を国民が何らかの手続きで国民の自身の手によって変更するとか、あるいは直接決定するという仕組みはないわけです。もちろん大元の憲法の改正だけは国民の投票ということが組み込まれていますが、それ以外は任せるわけですよね。誰に任せるか決める。だけど自治体の場合は誰に任せるか決めるのではなくて、誰に任せるか決めるのではないって言ったらちょっと違いますね。長や議会も選挙で選びますけど、ベースが自治体の権力の行使を誰に任せるか選挙で決めるというのが実はベースではないんですよ。自治体は自治体のことを
決める、権力をどう行使するか決めるというのはベースとしては市民が直接決めるがベースなんです。市民が直接決めるがベースなんです。自治体はそういう意味では直接民主主義がベースなんです。自治体はだけど現代社会において直接民主制で日常的に運営するなんていうのはそれは空想の社会ですよね。夢物語です。だから代議制も起きますよ。で自治体の場合の代議制は二元代表制で起きますよ。で制度としてはミックスさせてやります。日常的な運営はむしろ長や議会、選んだ長や議会がやります。だけどベースは市民が直接決めるがベースだから、市民と違うことを長や議会が決めたらその場でクビにしたり、その場で解散させたりしますよ。あの議会を解散させることもできるし、個々の議員を離婚することもできます。それでその場で首切りますよということなんです。それは市民が直接決めるがベースだから。で必要な条例があれば市民が直接提案しますよという仕組み、あるいは財務行為も直接追及しますよという仕組みになっているわけですよ。それからまあ、あの本筋でないあの自治体の運営の日常ではないからちょっと詳しい話はしませんが、憲法95条では特別法、地方自治の特別法の決定を定めてますが、これはあの、まあ、法律だから国会で決めるんですが、の一つの自治体に適用する法律ですから国会だけでは決められないんですね。その自治体の同意が必要なんです。でその特別法に同意する権限は長も議会も持っていません。持っているのは市民だけです。憲法95条で住民投票をして過半数の住民の同意を得なければ特別法を制定できないということになっています。この権限は、この権力行使は市民だけがするんです。そういうふうに市民が直接決めるがベースで長と議会をその上に、その直接民主制の土台の上に長と議会という二元代表制を置いているという仕組みだということを理解しておく必要があると思います。だからあの選挙で選ばれるという意味では国会議員も自治体の首長も自治体の議員も同じですけれども、その代表者制は違うんです。代表者制は違う。だから自治体の長や議会の議員は常に市民の意思に基づいて決めるということが求められている。その存在からしてそういうことが求められているわけですよね。ちょっと念のために言っておきますと、じゃあいつも住民アンケート調査をやってその結果通りやればいいかというと、そういうことを言ってるわけではありません。自治体の政治家の方が私はより強いリーダーシップを求められると思います。そのリーダーシップというのはどういうリーダーシップかというと、常に市民の合意を作り出すリーダーシップです。少し具体的に言えば、具体的って抽象的な例ですが、我が自治体の進む道が選択肢として3つある。 A の道と B の道と C の道があるという時に、の C の道が一番困難が横たわっている。一番困難が横たわっている。だけどその困難を乗り越えてこそ本当にいい町になるし、市民の幸せが実現できると市長が思ったら、議会が思ったら、困難だけど C を選んで頑張っていこうと思ったら、それを市民に訴えて市民の合意を作って、一番困難だけどみんなで頑張って C の道をやっていこうと、そして困難をなんとかみんなで乗り越えていい街にしよう、市民の幸せを実現しようというふうに市民の合意を作って市に行かないといけないわけです。市民に訴えてみたら、そんな困難な道は嫌だって市民がみんな言ってる、冗談じゃない、そんな道はダメだって市民が言ってる。だけど市長が、あるいは議会が、いや市民が何と言おうと、市民の利益になるのは、市民の幸せを実現できるのは市の道だ、これは私の信念だ、だから市民がいかに反対しようと私は自分の信念で市を歩むってやったら、市民からクビになりますよという制度。市民の合意を作らないといけない、そういうリーダーシップを持たないといけません。だから国会はいいわけですよね。国はいいわけです。国民がみんな反対してたって国民の利益から外れることはできませんけども、国民がみんな反対してたってこれこそ国民の利益だと思ったら決める権限を持ってるわけです。
世論といくら離れたことを決めたって、そのこと自体は責任は問われないわけですよ。それによって解散させられたりリコールされたりはしないわけですね。もちろん次の選挙で結果責任は問われます。の国民の利益になるって言ったけども、結果として国民の利益にならなかったとなれば、次の選挙で結果責任を問われて政権交代させられるわけですけれども、自治体はもちろん選挙で結果責任も問われるけども、その前にその時点で市民の合意があるかっていう責任を問われるわけですよね。なければクビになるんですよ、解散になります。だそれだけ強いリーダーシップが必要ということです。だから、あ、でちょっと一言言っておきますが、あの首長とか市長って言ってますが、これは機関としての市長ということを言ってるわけで、ご存知だと思いますが、自治体の執行機関というのは長ですよね。独任制です。だから首長というのは行政機関の代表者ではありません。首長一人が行政機関ですね、執行機関なんですね。一人が執行機関なんです。で、まあ自治法上はだから皆さんはあの補助機関ということになっているわけですね。長という執行機関の補助機関、あ、もちろんあの行政委員会におられる方はもうあの参加されているかもしれませんが、また行政委員会はちょっと別ですけれども、あの市長部局は市長が独任制の執行機関です。だけど実際には一人でやれるはずはないので、長がやるというのは皆さんがやるということなんですね。だからあのここで私が首長って言ってるのは皆さんのことですよね。あの個人的な市長の話をしているわけではないので、あのそういうことで聞いていただきたいと思いますが、あの、うん、そういう長や議会は非常に強いリーダーシップを求められる。でだからあの間接民主制で動かす部分であっても、市民の意思に反するとクビになったり解散させられるんだから、常に市民の意思で決めるということをやらないといけない。だから自治法上市長が決める決定権を持っていても、あるいは議会が決定権を持っていても、決定する過程ではよく市民と対話をして、あらゆる市民と議論をして、徹底して市民と議論をした上で決める必要があるでしょう。それが市民参画というものですね。一般的に市民参画と言ったりもするでしょう。あの市民参加というのはちょっとあんまり時間ないんで、あの詳しいこうちょっと深い話、深いこう分析までお話できませんが、あの直接民主制で市民が直接決めるということとは違います。間接民主制の部分なんです、市民参加というのは。市長が最後決める、議会が最後決定する、その過程で参加するという意味で、だから間接民主制の部分であっても市民の参加ということが求められますよ。それ以外に市民は直接決定もしますけども、議会や長が決める部分も市民の参加ですよという話です。今の市民参加の話も、ね、だから市民は選挙で選ぶだけではなくて、いろんな長や議会の決定にも参加をしているということになるわけです。でその参加で、あのちょっとこうイメージを作ってもらうために、私が市長の時に我孫子市でやったことをちょっと 2,3 紹介をしたいと思いますけれども、あのこれは当然長自治ですから、同じことをやった方がいいですよって言ってるわけでは全くありませんからね、全くありませんから、あのそれぞれの自治体でそれぞれの地域にあったそれぞれの住民の意思に基づいたあの仕組みを深める必要があると思いますけれども、あのちょっと我孫子でのやったことを紹介をすれば、あの我孫子市で私の時ですけども、あの補助金を市があの民間のいろんな活動に出す補助金で平均すると7億から8億ありましたけれども、それをあの3年に一度は全部廃止することにしました。でこれはあの補助金ってね、一度もらうとどうも既得権になるんですよね。だからその30年ぐらいもらい続けてる補助金なんていうの結構あったんです。で右肩上がりの時代で全体のパイが大きくなれば、大きくなったところで新しい補助金も作れるし、新しい補助団体もできるだろうけども、もうそういう時代でなくなってきて、あのせいぜい現状維持、むしろ総額は減らしたいみたいな時代になってくると、
既得権でもらってるところがもらい続けると新しいところは絶対にもらえないということになりますよね。でも新しい活動の中にいっぱい時代を先取りするようないい活動があるんですよ。行政も支援をして、財政支援もして、もっと伸びてほしいと思うところが結構あるんですよね。でもちなみに聞くと、行政が補助金を出さないからダメになって、出すと良くなるというところはないですけど、ね、と思いますけども、良くなるところは行政が邪魔をしても伸びますから、ダメなところはいくら行政が補助金出してもダメになりますから、そこを変えることはありませんけど、でも伸びるところがもっと伸びるということはあるんで補助金を出すわけなんですね。で、出したいところあっても出せないんですよ。そういうところから要望を受けても、もう既得権で全部行くところが決まってると、予算がないからって言って断るしかない。だから本当に必要なところに必要な補助金を出すためには、既得権を一回全部なくさないといけないと考えて、一番確実に既得権をなくす方法として、一回今までの補助金を全部廃止だというふうにやったんですね。全部廃止すれば既得権は全部なくなるということで、1999年で一回全部廃止をして、来年からは全部新しい補助金で、その補助金を出すにあたっては、補助金を欲しいという団体を公募する、応募してください。でそれを市民の委員会で審査する、その結果に基づいて補助金を決めていくという仕組みにしました。でこれによって、既得権で補助金をもらってたところは全部整理できたと、全部きれいになくなった、なくすことができたと思います。で新しい補助団体がたくさん生まれました。もう一方で、ね、だけど新しい補助団体が新しい既得権を持ったのでは何もならないんで、また3年経ったら、最長3年なんですが、3年経ったらまた白紙に戻しますよ。でもう一回応募してももちろんいいけれども、そういう仕組みで常にリセットしていきますよということにしました。まあ、これは一言で言えば、市民の税金である補助金をどこに出せば一番市民の幸せにつながるのか、いい街づくりにつながるのかというのを、オープンの場所で市民と行政が議論できるようにしよう、あるいは市民同士だって議論できるようにしようという制度だというふうに思っています。それからもう一つだけ紹介すると、我孫子市は予算案の編成過程を公開することにしました。これを基礎自治体で最初にやったのは我孫子市で、の広域自治体で最初にやったのは鳥取県です。前の総務大臣の片山さんが知事の時の鳥取県です。で片山さんが、私鳥取出身なんですから、もともと高校時代から鳥取で育ちましたんで、片山知事とはずっと知事市長時代も一緒にやってきたし、政府の中にも総務大臣片山さんになられたんで、一緒にやらせてもらいましたし、片山さんとはずっと一緒にやってきたんですけど、ちょっと脱線なんですが、最初の方の話に戻りますが、一体ね、総務大臣室にちょっと用があって、総務大臣室で私と片山さん話したことあったんですが、総務省の幹部の横にいるんですけども、片山総務大臣が、総務省というのは大体ろくなことをやってこなかった、自治体にとんでもないことばっかりやってきた、でもそういう総務省の言うことを聞かなかった自治体が2つあるんだよな、鳥取県と我孫子市のことなんですよね。皆さん若い方多いから知らない方もおられるかもしれないですが、そんな昔ではないんですが、集中改革プランって全国の自治体総務省の指示で作ったんですよ。で集中改革プランを作らなかった自治体が全国で2つあるんです。それは片山さんの知事だった時の鳥取県と我孫子市なんですよ、ね、そのことを片山さん言ってるんですが、総務大臣室で その話をしてるのはとっても面白い光景だったんですけどね、ちょっと脱線ですが、片山さんとずっとそういうことでいろんなところを一緒にやらせてもらってきたんで、片山さんと話す機会多いんですけども、片山さんこんな話をしていました。ある市で本当にこの事業を行政にやってほしいって切実に願ってる市民の人たちがいた。で行政もそのことは十分受け止めてやるかどうか検討している。で新年度予算を作る時期になった。で新年度予算の中にその事業がちゃんと計上されるかどうか、その事業の経費が予算案の中に入るかどうか、とってもその当事者の市民の人たちは心配だった。で財政課に電話かけて聞いてみた。
そしたら財政課は今予算案の編成作業中でまだ決まってないんでお答えできませんという回答が来た。財政課からでいつ決まるんですかって言ったら何月何日に予算案が決まりますって言われた。で心配だからその日になってもう一回すぐ電話かけて、そしたら真剣には検討してくれたんだけどもやっぱり財源が足らないということで最終的にはその事業が予算案から外れてしまった。でその市民の人たちはいやそれは困るんですと、私たちは本当に切実なんですと、なんとかもう一回検討し直して予算案に入れてくれないかって頼んだ。そしたら今度の答えは何だったかというと、もう予算案は決定しましたから今からは変更できませんという回答だ。昨日まではまだダメです、今日になったらもうダメです、じゃあいつやりんだという話になるので予算案の編成過程を公開しようということにしました。で、各課が予算要求をするとのホームページで公表するんですね。各課がこういう予算要求をしました、それから行政サービスセンターでも閲覧できるようにする。でちょっと説明を加えておくと、鳥取県が最初にやった制度というのは全部なんですよ、本当に予算全部、経常費も含めて全部。で我孫子市はあえて政策的な事業に絞りました。でそれ全部やった方がいいに決まってるんですよ。だけどね、実はね、今情報公開あるいは情報提供していく時にインターネット時代になると洪水のように全部情報を出すことができるんですよね。だからまずい情報も出して隠すことが簡単にできるようになりました。洪水のようにダーッと出す中にまずい情報も全部出しておけば誰も気づかないという時代になってきたんですね。だからどの情報を出さないといけないのか、何が市民から求められているのかっていうのをちゃんと判断できないといけない時代になってきました。だけどそれを行政が判断するっていうのはどんなに良心的に誠実に判断しようとしてもやっぱりいいことはどんどん出したいし、出したら絶対に批判されるだろうって思われることは無意識にでもブレーキかかる可能性があるんですよね。そこをどう超えるかがとっても大事になってきてて、だから昔一時代前は参加の前提は公開です、公開なくして参加なしって言われてたんですが、公開なくして参加なしって言われてたんですが、今は一体だと思うんですね。私実感としてそう思います。ちゃんと参加して市民が行政の中に普通に入っていればどの情報を出さないといけないのか、市民に出さないといけないのかっておのずから分かってくるし、もしそれを隠してたら市民に見つかって指摘されるっていうことになってくるんですね。だから参加と公開一体だと思うんですが、それにしても何を市民に提供するのか公開していくのかというのはそれぞれ判断を求められる時代になっています。よりシビアに求められる時代になっています。そういう中で我孫子市はまず経常費も含めた全部ではなくて、やっぱり政策判断に市民に加わってほしい、市民の意見を聞きたいということで政策的な事業に絞りました。でも将来それをステップにして全部に広げていきたいなとは思っていたんですけどね。でそういう公開をやって、で当然各課が要求したものを全部足すと組める財源よりもはるかに大きくなりますから査定をしていくわけですよね。査定で事業数も絞るし、一事業の予算額も絞って議会に提案する予算案にしていきます。でその査定の過程も私の時代の我孫子市は企画調整室というところが2回査定をし、それから理事者査定、市長が中心になって理事者査定を2回やって 4回の査定で絞り込んでましたけれども、その査定の結果もその都度公表して、その都度パブリックコメントをもらって、で市民の意見を聞きながら予算編成をするという仕組みにしたんですね。でこれをやると先ほど言ったみたいなことは起こりにくいわけですよね。市民から見てて、あ、ずっと自分が要望していた事業をようやく事業の担当課も理解をして予算要求してくれたなっていうのが分かる。 でもせっかく担当課が予算要求したけど企画調整室が切ってしまったとか、企画調整室も認めたけど最後市長が切り上がったとかっていうのも分かるんですよね。でも市長が復活させたっていうのも分かる。でこのいいところは市民から見ていて自分の要望が実現するかどうか、つまり予算がつくかどうかというだけではなくて、自分の要望が他の市民の要望、他の市の事業と比較をしてどういう優先順位がつけられるか
ということを見ることになるわけですよね。予算要求してくる事業というのは大抵もう計画に位置づけられてそれなりの過程を経た事業ばっかりですが、でも最後優先順位をつけて予算に入れるか入れないか判断する、優先順位の高いところから入れていくわけですよね。その優先順位のつけ方を見ることになる。それからまちづくりの方向と合っていなければどんな市民の要求もなかなかっていうか、まず予算はつかないですよね。で、まちづくりの方向と合っていなくて、我孫子なら我孫子のまちづくりの方向と自分の要求が合っていなくて予算がつかなかったら、じゃあ我孫子のまちづくりの方向は今のままでいいんですか、正しいんですかということを考えることになる。つまり自分の要望から出発して、自分の要望から出発するっていうのはとっても大事ですけれども、決してエゴではない、まちづくりの基本ですよ。でも自分の要望から出発してそこにとどまるんではなくて、まちづくり全体を考えていく、そういう視点を、作り上げていく、そういうステップアップをしていく重要なツールだと思っています。ただ私がやっている時代はこの制度を十分に市民も行政も生かしているとは言えませんでした。まだまだ制度自身も改良が必要だと思うし、この制度を生かす力を行政も市民ももっとつけないといけないと思っていました。だから進化させないといけないと思っていましたが、進化してますか、ね、まあまた後でと思っていたんですが、まあ、そういうこともやった。そうやって直接こう参加していくということですが、これ議会に参加していくことも大事です。これは中尾さん のこの後のまた講義で十分お話ししていただけると思いますが、議会が意思決定をするところですから、自治体の重要な意思決定は全部議会がやりますよね。予算も条例も議会が決めるわけですから、一番重要な意思決定をするところに参加しないといけないわけですね。意思決定をするところに参加しないといけないです。利益誘導の政治ならば執行の方が大事でしょうけれども、民主主義ならまずは決定が大事ですよね。もちろん決定したことをきちっとやるっていう執行も当然大事ですけど、まずは何を決めるかが大事、民主主義。その場にちゃんと市民が参加してないといけないということになりますけれども、この議会への市民の参加というのは別に議員さんの個人のお宅にお願いに行くとか、議会の会派の部屋に要望に行くとかという話ではなくて、もちろんそれも当然の権利としてやっているわけですが、議会への市民の参加というのは議会の公式の会議に市民が公式にちゃんと出席をして、公式の場で市民と議会の議員がカンカンガクガクの大議論をするというのが市民の議会への参加です。これはまだまだ自治体議会始まったばかり、始まってないところもある、これからの課題だと思いますが、これをきちっとやり始めた自治体議会も少しずつですけど着実に広がっていると思います。これは、中身ですが中尾さんのお話に任せたいと思います。で、こうやってそれぞれ参加を市民が町や議会にする、そして町や議会は市民の参加をちゃんと自分の力にしてオープンな場で議論をするという仕組みです。で、ちょっともう時間がないので、次の講義に少し回します。この後の話はだから町と議会の関係とかってとても大事で、少し次の講義でも続けてお話をしたいと思いますが、市民参加、今日ちょっとお話ししたこっちの市民の行政のあるいは町への参加のところで最後ちょっとお話をしておくと、今制度の話をしましたけれども、私は制度が大事だとは思っていませんでした。徹底していろんな市民参加の制度を作りましたよ。だけど制度が一番大事なのではなくて、だって市民が関心持たなければ、無関心ならば意味ないんですよね、制度。だから私が一番大事にしてきたのは、とにかく我孫子市の中で一番問題があるところに、その問題が一番沸騰している時に行って、その問題と直面して怒り狂っている市民とか、ものすごい強い要求を持っている市民とか、非常に困っている市民と直接向き合ってとことんするということを一番大事にしてきたつもりです。だから、ちょっと次回に回しますけれども、議会とは私は最後の最後まで
非常に厳しい関係といいますか緊張関係で来ました。それは二元代表制というのはそういうものですので、ね、この辺は多分今のありまして少し変わったと思うんですが、良くなったという方もいればいるかもしれませんが、本来極めて緊張関係で、この2つは市民の前で向き合う必要があるということですね。だから私は与党野党というのは当然一切作りませんでしたし、いわゆる根回しの調整ということも一切やりませんでした。すべて議会とは市民の前でちゃんと議論しようということでやってきたんですね。だから非常に緊張関係を議会とは持ってきましたので、本当に賭けでなく私の唯一の力は市民からの応援、市民からの支持でした。それが本当に私の唯一の力でした。でも私は12年間、市長やった12年間、市民と喧嘩し続けてきたという実感を持っています。なぜなら、本当にそういう一番問題があるところに、それが一番沸騰している時に行って議論すると、いや、市長さんよく来てくれましたね、そうですかなんて場面にはなんないからなんですね。いきなり、なんでこれはこうなってないんだ、おかしいだろうって言われる。で、おかしければ本当にすぐ直すんですよ。でも、市民がストレートに出してくるものが、みんなそのまま正しいとは限らないというか、そうでないことの方が多いんです。皆さんそう言うけど、じゃあこういうこと考えてますか、あれこうなる点はどうするんですかっていうこといっぱいあるんですね。だそういうことを言うと本当に喧嘩腰の議論になるんですよ。でも本当に喧嘩腰で議論するってことは真剣に向き合うってことですから、そういう中からしか自治体政治への思いとか行政への関心って出てこないと思うんですね。で例えば神戸市一戸建てが多い町なんですけれども、都市計画上は中層ぐらいまで建てられるところも一戸建ての住宅があるっていうような町なんですよ。でそういうところに空地が出てくると、今の時代だからマンション計画が出されるんですよね。で都市計画法も当然クリアしてるし、結構厳しいはずの開発条例もクリアして出てくるんだけど、現実に戸建てのところにマンションできると日陰になるんでマンション反対運動が起こる。そういうとマンション反対運動が一番シビアな時に行ってみると、普段は全く無関心だった人たちが、普段は我孫子市の広報我孫子なんか私はただの一字も一回も読んだことがない、市役所には税金いっぱい取られてるけど役所のお世話になったことはただの一度もない、私は市役所なんか何の関係もないって普段言ってる人たちがみんな集まって、我孫子の街づくりは我孫子市の都市計画はこれでいいのかって議論してるんですよ。で一緒に行った職員が、住民はもうちょっと関心持たないでほしいって思ったって、都市計画法の築城解説の分厚い本を図書館から借りてきて勉強してるし、我孫子市の開発条例なんか一条一条声出して読み合わせしてるんですよね。そういうところに行って本気で向き合って議論できるかどうかですよ。そういうことを積み上げないといくら制度を作ったって意味がないと思うんですよね。これはもちろん首長がやるのが大事だけども、議会もやらないといけないし、首長がやるってことは一人で全部できないから皆さんがやるってことなんですよね。そういうことで向き合ってちゃんとこれを太くしていって、きちっとここで議論をして、そして長や議会がちゃんと市民の意思で動くようにすると同時に市民も直接権力行使をします。この3つで動かしていきますということが大切だと思います。でちょっとこの続きは次回別のテーマ、その民とかの連携、新しい公共というテーマですけど、ちょっと前段この話をして一緒に質問をして受けて、で皆さんとまた議論を深めたいなと思っています。すみません、ちょっと今日はこれで失礼をさせていただきます。どうもありがとうございました。